議会に対する説明責任というものは果たされないまま辞職をされたと。都議会は今日木下富美子元都議から2度の自粛勧告決議などに対する考えを聞く予定でしたしかしおととい辞職したため委員会は中止となりました委員長を務める小宮都議は説明の場を作る努力を重ねてきたがそれは果たされることはなかったなどと厳しく批判しました